ツインギレベマラ原生自然保護区あるいはツインギドベマラ派自然保護区はマダガスカルの西部にある自然保護、景観保護を目的とした保護区。ツインギーとはマダガスカル語で先端、山頂、先の尖ったという意味。カミソリのような尖った岩が多数並ぶ特異な景観が広がっている。この岩山は石灰岩のカルスト大地が数万年かけて侵食され、 形成したものと考えられている。ツンギでは、構成があっても尖った岩と岩との隙間に吸収されてしまうため、植物は乾燥に強い珍しい種類のものが多数自生している。近くに生えるバオバブも水を蓄えることができるように進化している。ツンギの周囲のサバンナには独特の動物も数多く生息している。90種類を超える鳥類をはじめ、爬虫類や、 キツネザルなども多数の存在が確認されている。チンギドベマラハには固有の東大草か東大草、属植物がチンギ状に複数種生育している。このうちユーフォルビアモラティは園芸植物としても知られているが、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の付属書愛に掲載されており、商業的な国際取引は一切禁止されている。 この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。公園入り口の町ペコバカまでは、マダガスカル西部の町、ムルンダバから車で、片道8時間程度。ツンギは、大ツンギとコツンギの2つに分けられ、小ツンギはペコバカの近くにある。一方、大ツンギはペコバカより、 1> 約1 7トルほど離れており、以前は大賃金を観察するためにはトレッキングを必要とした。2005年現在は車で訪れることも可能。ありがとうございます。